はい、今日はね、なんか今奇跡的になんか晴れてるから、まあどうせまたこれもまだ1時間ほどして千万にね、雨死ぬほど降ってくると思うんで、ちょっとなんとかなできたらなと思うんやけど、まあ今日もね、前回行った野池のあのインレットは絶対まだあるはずやから、またあそこに行きたいなと思うんやけど、今日まずね、木の皮でこのテトラのところに隠れてるであろうバスを狙っていく。お、ボイルしてるな、魚いてんな、そんなに濁ってても。ほら、ボイルしてるで。バスじゃないんかな、あれバス違うんかな、ようわからんもんな、ここ。ボイルしてるけどバスじゃねえな、多分。あれバスだとね、ちょっとちっちゃいな。はい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 、行くよ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 言うて、おいおいおい、リード反対に、はい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 、どうよここ、ここそんなになんか濁り食らってないな。すごいやん、これあかんやつやな、雨やばいて。動きないとやめ、ちょっとこれあかんやつや、ガンクラフト、ジョイテッドクロスシフト183でこの流れ込みを狙っていく。いけるかな今回は。水の量だいぶ増えたな。あー、今日はついてないわ。
か分かりづらいな。ついてるのかついてないのか分からん、雨で。おー出た、よっしゃ、おー出た、よっしゃ、おら、おれ、おれ、おーびっくりした、おー出た出た出た、パコーン出たわ、よいしょー、おれ出た、また出た、また出たよ。40、まあ、44か5ぐらいやな、間違いなく、うん、これも間違いない、24か5ぐらいは絶対ある。シフトフェース、シフトフェース、しゃあ、いやーい、やっぱりシフト浮いてたな、シフト出たな、ビビったもんな、あそこら辺から急にドボーンって出たもんな、びっくりするわな、あんな急に来られたら。雨すごいな。ここの流れ込みついてなかったのちょっとショックやけどな。まあそういう時もあるよね。時間空けてまた来たんやけど、さっき雨すごかったから一回時間空けて来たんやけど、ちょっと濁りすぎやな、これこれちょっと濁りすぎやな、ちょっと濁りすぎやよ、これはちょっと厳しいかもな、ちょっとこれあかん濁り入ってんな、これはおらんな、多分ついてはないな、あかん濁り入っとるよ、これやったらまだここの境目のところの方がついてそうやな、おるとしたらこの辺ちゃうか、さっきあの木の下についとったやろな、多分惜しいよ、惜しい、すごいな、この辺ついてないかな、リザーバーに移動してきたんやけど、死ぬほど濁ってんな、死ぬほど濁ってるし、これ死ぬほど滑り落ちていくやつじゃん、いけるか、なんとかなるか、つるんっていきそうじゃん、これ大丈夫、乗っても、登り良かったけど、お前帰り怖いわ、帰りよ、これやばい、これゴミだばりよ、この辺もういててくれよ、スパッとすぐ食ってくれ、でかいの、よっしゃ、ふう、ふう、食った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 、ゴミだまりの中へ掘り込んだらバシーン食ったわ、びっくりした、
リザーバーダムやけどなんかクオリティ低いな。ガリガリガリクソンやめて。よっしゃあ。まあでも嬉しいで。シフトでまたまた行っちゃったよ言うて。シフトフィッシュ。ガリガリの40センチぐらいのやつ食ってきたね。よっしゃ。今日はまたねシフトで前回にね流れ込みあって で今日は流れ込みにはついてなかったんやけど、流れ込みの近くの木、大きな木沈んでて、そこをキャストして巻こうかなと思ったらドーンって出たから、うん、でまあね移動してきて、リザーバーで、ドジャニゴリであれやけども、バックウォーターに何本か上がってるかなみたいな感じで、まあそれをね、シフトで狙いに来て、ゴミ玉にジョイクロで打っていって、ポチャーンって打っていって、ちょうど木沈んでるとこかなぐらいで、ポーンって、めっちゃポーンって入れたら、ドーンって打ってきたんで、まあ、ちょっとびっくりしたけどね。また今日もいい感じかな、うん、とは思うんで、うん、またね、次回も、頑張るんで、またよかったら見てください。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。